ゆらりです。ももかです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、では今日は2人のスマホのケースを紹介したいと思います。それじゃあゆらりから。はい、私が普段使っているケースはこういう柄のケースなんですけど、手帳型ケースです。こういう中にポケットも入っていて、これはすごい色使いが可愛い色使いなのでお気に入りで使ってます。イタリア、あ、コキ、イタリア確かに。では次はこれです。可愛い、ブルックリンって書いてあるピンクと焦げ茶色の2色のケースなんですけど、これも同じようにポケットが3つ付いていて、ピンクが鮮やかで可愛いです。で、もう一つはこれです。ネイルの模様のケースです。これもポケットが3つ付いていて、黄色とピンクと黒っていう可愛いとかっこいいの混ぜ合わせたケースです。で、最後にこれです。黒と白のかっこいいモノトーンのケースです。裏にはまたブルックリン、またブルックリン、ブルックリンと書いてあります。これもポケットが3つ付いています。私はその日のコーデとかに合わせて雰囲気でスマホケースをたまに変えたりしています。この4つのケースは全て Android 専用のケースです。はい、で私のスマホケースの紹介は終わります。はい、続いてももか。はい、私のスマホケースを紹介します。と、私は iPhone で普段はケースをつけないで持ち歩いてます。なんか充電の持ちがよくなくなるって聞いたので、普段はつけてないんですけど、つけた方が可愛いなって思うので一応持ってます。1つ目はこれで、可愛いミニオン、めっちゃ可愛いのスマホケースです。これは109の SBY っていう一番上の階のお店で買ったんですけど、なんかこういうはみ出てる大きいスマホケースが欲しくて買いました。だいたい3500円ぐらいだったと思います。シリコンの感じです。と、次はこのスヌーピーのやつです。これはこういう持ちやすいやつで、ロフトで4000円ぐらいです。これは結構固めの感じです。はい、次はこれです。これは持ってる人が多いんですけど、 WeGo のシリコンのスマホケースで500円です。つけるとつけてて可愛いので、私はなんかこの跡を目立たせたくて透明なスマホケースを買うのが多いです。次はこれです。スマホケース専門店で売ってたんですけど、3,000〜4,000円ぐらいです。これもやっぱり赤が目立つので、ラメが水が入ってて動くんですけど可愛いので買いました。可愛いですを紹介聞きます。まずももかのケースで気になったのが、このミニオンのシリコンのケースなんですけど、私結構ミニオン好きで映画とかもたまに見てるんですけど、本当に可愛くて、なんだろう、愛らしい感じ、愛らしいこれがすごい可愛いなって思いました。私はこのネイルの柄のやつが可愛いなって思って、え、これ1個のネイルってこと？うん、これで1個ってこと。すごいこういうデザインも可愛いなって思います。手帳型だと多分割れにくいだろうし、落としてもね、パスモとか入れてこのままピッてできるから便利だなって思いました。この形は。では2人のスマホケースの紹介は以上です。今日の動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。